ようこそ勝又博物館へ。館長の勝又龍也です。今日はこちら、前回こっちの仮面ライダー平成の棚を紹介しましたけども、今回はこっちの棚、前までいろいろ入ってたんですが、まあ戦隊にまとめようという僕のちょっと意向になりまして、まあ戦隊ものをここにずらーっと並べてみたいと思っております。で、今試しにパワーレンジャー上に置いてみました。どんな感じになるかなと思って、まあ結構パワーレンジャーはね、箱がでかいので上にしか置けないなと思って、パワーレンはこんな感じになりましたね。結構いい感じに置けました、ずらーっと。はい。で、こっちの下の方ですね、ここ一体全部メタルラックと、ここにこれからね、ちょっといろいろ戦隊ものを並べて行って置いてみたいと思います。さあやってみましょう。はい、ということで完成いたしました。まあ完成ではないけども、一応だね、一応。上から見ていきましょう。パワーレンジャー、こちら辺は全部まあブラックバージョンのドラゴンゾ、ドラゴンメガゾードだから、ドラゴンゾード、そうだね、ドラゴンゾードのブラックバージョンがないだけで、あ、そうか、あとこれの普通の通常バージョンもないんだ。はい、まあそんな感じで置いてあります。で、こっちブラックバージョン、豪雷旋風陣と銀海王のブラックバージョンが2つあるんですけども、1個は壊れてますね。はい、デラックスブラックフォーメーション、タイムレンジャーブラック、デラックスマックスビクトリーロボ、はい、555、そして恐竜陣のブラックバージョンということになっております。一応こっちから古い順に並べました。天空記念、流星王、忍者マン、大無限、大無限のプラデラ、ウォンタイガーのプラデラ、これ箱ありですね、基本的に。で、これが大連王の戦隊職人になっております。忍者合体無敵将軍、そして超合金魂の大獣神、上にもスーパーロボット超合金があります。で、下行って、大ブロッカー2つあって、オーレンジャーロボ、そして VRV ロボプラデラですね。で、RV ロボ、サイレンダーとビクトリードッグ、そしてメガウィンガ、メガレンジャーになります。メガウィンガ、ギャラクシーメガ、メガボイジャー、まあ、ないのも結構あります。下行ってブルタウルス、はい、ブルタウラスか、そしてこれが名前なんだっけか、ギガフェニックスかと、もう一個赤いやつが本当はいるんですけどね、今は持ってないです。そしてグランドライナー、超でかいやつで、ビクトリーマウス、ライナーボーイ、タイムシャドウ、そしてガオファルコン、下ガオレンジャー全部あります。後ろにもね、しまってあります、入りきらなかったので。ガオキング、ブラックバージョン、ガオマッスル、ガオハンター、ガオハンター、ガオハンター、ブルーバージョンで、ガオゴッド、ガオナイト、ガオライオン、ガオエレファントとか、全部ガオが、いや、いっぱいいますね、パワーアニマル。で、上行きましょう。こちら旋風陣、豪雷陣、天空陣と、そして、カプセルボール。懐かしいね。カプセルボールだよね。あ、カラクリボールだ。カラクリボール。なんか今違和感あるなと思った、言って。キラオ、アナザーバージョン。アバレンジャー意外と持ってなかったですね。そして急に、獣王者なんですけども、本当はここにね、棚が欲しいんですよ。そうすれば、ちょっと置ききれてないロボットが置けるので、こっちに寄せてって感じで考えてます。デカレンジャーのスーパーデカレンジャーロボ、デカベスロボ、すごいでかい。で、デカウィングロボ、ブラストバギー、マジレンジャー持ってないね、そういえば全然マジレンジャーも。ゴールドクリップ、グリップフォーム&トラベリオンセット、激闘者、激ファイヤー、下行ってエンジン王で、戦隊職人の真剣王ですね、これは。で、真剣王、大海王とトラ折り紙1枚、1個だけで、豪海王、豪獣神、ガオライオン、風雷丸など、いっぱいあって、下行くと、エンジンマッハルコン、
恐竜人、プレズオ、ギガントブラキオ、プテライデンを飛ばすようなとか、恐竜ジャーは全部あります。で、今ちょっとはみ出てて、ここにね、ちょっとあるんですけども。まあ、だから、棚がやっぱちょっと足りないんですよね、ここに。意外と持ってなかったなっていうイメージですね、自分の中で。なんか、揃ってるのは全部揃ってるんだけど、まだ全然中途半端でしたね。もっと出てるし、もっと集めれるなってちょっと思っちゃいました。やっぱこっち側のね、仮面ライダーとか、で、こっち側の、本当に、平成の仮面ライダー初期とかね、全部こういうの見ると、まだまだ集めれるなってちょっと思いましたね。はい。ということで、今回は、こちらの方、戦隊のロボ、集めてみました。ちょっとでもね、限界を感じるよね。だってこれから戦隊ロボ、まあ、買ってないけど、今のやつとか、ルパンレンジャーね、ここに増えるってことだからね、ドーって。それどんどんまた増えてくる。もうセイントセイヤどけなきゃなんないっていう感じになっちゃいそうなので、あっち、そういえば、あれありますね、秋葉レンジャーね。まあ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 、今日はこんな感じで片付けしました。でもほんと、綺麗になりましたね。バーっと見て。まだちょっと、一応仮の段階で置いてあるんで、こっちにこうやってしまったりしたいんですけども。まあまあ綺麗になりましたね。本当に。はい。ということでした。それではまた明日。